お疲れ様です。ミスター M さん、いつも動画の方ありがとうございます。最近ね、そのダイエットレシピの動画をたくさん上げていただいて、でやっぱ美味しそうなメニューがすごく手軽にできるところを見させてもらってます。まあ、しかも日々ね、新しいメニュー出てくるんで、大したもんだなと思いました。で実際に25キロの減量に成功してるわけじゃないですか。でこれをね紐解くと、いわゆるテクニック的には料理にフォーカスが上がってるんですけども、メンタル的に言うとね、習慣を変えてるんだと思うんですよね。生活習慣を。つまりは、肥満がちな習慣からダイエットの習慣に生活改善をして、その一つが食事だから効果が出てると言えるんですよね。で今ねコンスタントに自炊をしてる方って極端に少ないと思うんですよ。で自炊をしてるのは一部の方で、そういう人はプロフェッショナル並みになってるんですよね。だからおそらくいろんなメニューを作れる人っていうのが一部いて、でほとんどの人がダイエットメニューをしたいんだけど、結局コンビニとかファーストフードっていうのを対応していたりとか、出来合いのものっていうかね、出来合いっていうのはこれはね惣菜コーナーだけじゃなくって、なんかまとめ作りをしちゃってる人とかね、つまり日々料理をしてないんですよ。でそういう人がダイエットの習慣とか健康の習慣って多分つけられないと思うんで、この辺にねなんかミスター M さんとそうじゃない人の差があると思うんですよね。でそのために今回ねクエスチョンなんですけども、生活習慣を変えるためにミスター M さんはねどのような工夫をしたのか、もしくは前も聞いたと思うんですけども、それほどまでに強い動機があったのかなってところで、視聴者さんにはその動機にね失礼しました、ちょっとアプローチしていかないといけないのかなと思ったんですけども、やっぱり再度問いかけるものとして、このままだとやばいよみたいなねところかなと思うんですよ。ミスター M さんは特にお料理についてものすごくスキルアップ、特にこの1年2年でされてると思うんですけども、片やね同じような暮らしをしていてどんどん料理をしなくなってる人がどうも増えてると、厚生労働省のデータでもこの前見たんですけども、注文したらすぐに持ってきてくれる Uber Eats とかね、で田舎の方でもマクドナルドとかが宅配してくれたりとかで、結局やらない方が時間的に金銭的に有利っていうふうに勘違いしちゃうんですよね。でも長い目で見ると高血圧のリスクとか肥満のリスクを抱えながら、あとは生活がね面倒くさいっていうことにフォーカスされちゃってるんですよね。生きることっていうのはその面倒くささをいかに工夫することなんですけども、何でもかんでも外注すればいいと思うんじゃなくてね、やっぱりかけるべき手間っていうのをかけていって、それがだんだん効率的になっていって、生活の中にうまくねそれが入れ込んでいくから、なんか気が付いてみたら終わっていたみたいなね、その動作の一つ一つがたくさんの、意味を残せるようになってくるのかなと思うんですよ。例えばミスター M さんなんてのは想像するにね、なんかお仕事とかで出かけられた時に今晩のメニューを帰ってくるまでにパッとね持って帰って、そういう動作の中に通勤の中に生活を支えるための動作が入ってると思うんですよ。ですので一回家帰ってまたね出かけていって何か買い物に行くってことほとんどないのかなと思うんですよ。そういうふうにだんだんなっていくのかなと思いますし、それからお料理もねやっぱ片付けながら調理して、料理が出来上がった後はその流しにね洗ってないものがドサーってなってるわけじゃなくって、調理が終わるとほとんどのものが片付いてるみたいな状態なんじゃないかなっていうふうにね、想像するんですよね。そうじゃないと片付きながら作業しないと、料理っていうのは進まないですから、それからすごくねこのなんですかキッチンも片付いてるんですよね、いつもね素晴らしいほどにそういうところを見るとミスター M さんの細やかさとか思考の柔軟さっていうのがね、実はものすごく深く読み取ることができるなと思うんですよね。特にこのキッチンってのはなんか共同キッチンなのかなと思えるぐらいすごく整備されていてね、なんかお人形まであるんですごくユニークだなと思うんですけども、何が言いたいかっていうと、この習慣っていうのは、結構根本から見直して組み立てていったのか、徐々にそういうふうになっていったのかってことをねまた教えていただくといいかなというところでございました。それではお疲れ様です。